どうぞ。美味しい。おー、やったー。皆さん、こんにちは。ひなちゃんと、ねっちゃん、です。チャンネル登録よろしくね。今日は、はい、今日は、二人でたこ焼きを作ってみるよ。はーい。じゃあ、早速作っていこう。えい、えい、おー。じゃあ、まずは油を敷くよ。その油敷くので、これくるくるくるってしていって。できるかな？そう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 。うん。はい、オッケー。じゃあ油が温まったら、タレを入れるよ。タレ、液を入れるよ。ここにジャーって入れるの。やってみる？やってみる？全部全部、全部入れるの。ジャーって。頑張れ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 いっぱい入れてね。いっぱいいっぱい。うん。いっぱい入れていって。はい、そうしたら具を入れていくよ。今日準備したのはキャベツ、タコ、お餅、ソーセージ。ソーセージ。はい、じゃあ入れていこう。はい、まずキャベツ、キャベツ。うん、まずはキャベツ。まずキャベツを全部に入れていって。そう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 。全部に入るように入れてね。すずちゃんもやってごらん。できるかな？あんまり上からやると切っちゃってなる。そうだよ。近くから。そうそう、気をつけて。そう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 。うん。全部に入れてね。キャベツいっぱい入れてね。手入れないようにね。うん、手入れたらダメだよ。わー！熱ってなるよ。キャベツが入れ終わったので具入れまーす。はい、じゃああとは好きなものを入れてください。餅。お餅、お餅ばっかりだね。お餅入れて。当たり2個ね。当たりの人は2個。でもね、お餅ね、2個入れてもね、わかんないんだよね、溶けちゃうから。ね、うん。でも美味しいよね。美味しいよね。つむちゃんも入れてよ。はいちゃん見ていこう。タコタコタコ。タコも入れてよ。たこ焼きだからね。どうした？あ、タコ気持ち悪い？頑張れ頑張れ。頑張れ。そんなにベタベタしてないでしょ？焼けてきちゃってる。頑張って頑張って。そうだよ、ひっくり返さないといけないからね。頑張れ。焦げる前に入れてよ。でもお餅以外のも入れて。うん、ソーセージとかも入れてね。よし、だいぶ火が通ってきたから、これでくるくるひっくり返していくよ。やったね。二人とも立ってやってるね。落ちた。あ、上手。あ、そうそうそう。あ、つむちゃん上手。あ、上手。すごいじゃん。上手だね。それお餅を。あれできる？これ4個入ってるからね。頑張れ。まだね、端っこの方は焼けてないから。ああ。お、二人で。あ、上手。あ、きれいきれい。すごい。焼けてきたら、くるくる回してね。めっちゃ回す。めっちゃ回すじゃん。こういうのがあるからね。端っこなかなか焼けないね。だってひなちゃんのお餅4個付きなんだから。お餅入れすぎだよ。回しすぎだよ。回しすぎだよ。はい、たこ焼きができました。はい、出来上がったので、かつお節とソースをかけましょう。はーい、お好きなの。仲良くしてね。仲良くしてね。じゃんけんじゃんけん。じゃんけんしよう。最初はグー。じゃんけんぽい。あいこ。あれ、あいこじゃなかった今。あ、つむちゃんがパーだった。じゃあねーねからね。つむちゃんちょっと待ってね。怒ってる。わんわって。いやいや、待ってかけて。そうそうそう。もうちょっとかけた方がよくない？自分でめっちゃかかってよ、ここ。すごい出たね。あ、薬かな。いただきます。はい、どうぞ。はいはい。どうかな、自分で作ったたこ焼き。たこ、かつお節。たこ焼きは食べる。あ、なんか落ちた。大丈夫？
トウとかだけ。餅も入ってた。分かんない。美味しい。パク。あ、どう？タコ入ってた。タコ食べてみたら。タコやな。ねねにあげな。ねねにあげ。食べてみて。食べてみた。お、あ、嫌だった。あ、食べた。うまい。どうどうどう。どうどう。美味しい。ああ、やったー。嫌い克服。よかったね。ジャミー。タコとソーセージと餅が入ってる。餅が入ってるね。はい、ゆのちゃん、お餅4個のレア食べます。もはやお餅だよ、それは。もうたこ焼きじゃないよ。すごいすごい。おいしい。お餅大好きだもんね。見て。はい、つむちゃん。すごい顔。あ、落ちる落ちる。はい、今日はたこ焼きを作ってみました。はい、自分で作ったたこ焼きどうでしたか。美味しかった人。じゃあ、つむちゃん、また見てね。